はい、まあ。初めての1個目、ありがとう。鈴鹿さん、ハートありがとう。続いて。こんばんは。皆さん、火曜日お疲れ様です。もう火曜日なんだ。やばい。リクアート6周年まで、あとちょっとしかない。 一ちげふさん、ゆずきちさん、ありがとうございますこんばんは火曜日、お疲れ春休みいいな春休みでもねずっと練習してるからね全然春休み感ないんだよね こんばんは。自己紹介します。S4 で研究生、中学2年生14歳の、りょつんごと岡村隆です。ぜひ気になったらおロらお願いします。推薦コメントもぜひ書いてください。春休みらしいことした全然してない。やばーい。しないよー。きずさん、なんでこれ熊の卵ありがとう、かわいい。はーい。今日はね、マイキューさんの誕生日だから、 レッスンにビショナルカヌレを着ていきましたマイキューさんのお誕生日だったマイキューさんおめでとうございます大好きですリオ津の努力って半端ないから体壊さないでね <laughs> ありがとうなんか顔がシュッとしたくない分からん最近ダイエットしとるけん みんな褒めてやー誰も褒めてくれんなんかさプレゼントはねあのなんか準備はしとるんじゃけどだからレッスンでさなんか大変な時に渡さん方がいいかなと思ってわざと持ってかん持っていかんかったお話開催班で2日追加しました ありがとう嬉しいありがとねていうか即二千三さんなんか熊のツリーありがとうでも葉桜になる前に桜見に行けてよかったねそうでもねもう半分葉桜だったよてかさめなんか新しいギフトめっちゃかわいくないリオにぴったり可愛 <laughs> いいありがとうきお兄さんピカピカありがとうそう 昨日は日またぎ配信楽しかったねそう残念なことに昨,昨日も配信見れてなくて最近見れてないんですよそうだからまた落ち着いたら見ますなさん偉いありがとう柚きさん偉いありがとうすごい嬉しい言葉ちゃんとご飯食べてねうんでも食べないダイエットはしたくないので理由はきお兄さん偉いありがとう はしらはしさん、なんか、卵から生まれたやつありがとう。りおつ、えらいえらいだね。ありがとう。メールからもマイキューの愛が伝った。そう。もりおはマイキューさん大好きなので。はしらはしさん、ピカピカ。ありがとう。はしらはしさん、ハートもありがとう。7時半に終わりました。だから、7時25分にダンジョン見ます。なりちゃんさん、えらい。ありがとう。スイビさん、アイスクリーム。ありがとう。そう、今日はいつもよりは、 早めにレッスンが終わったんだけどさ、えっとね、明日はね、もうずーっと、もう朝一からもうずーっとだから、明日は朝配信で、VV 配信になると思うな。うん。VV 配信になると思うから、よろしく。うずきさん、恐竜卵から生まれた恐竜ありがとう。はい、白橋さん、ハートありがとう。え、イースターエッグって名前なのギフトの名前すごいかわいい。 恐竜みたいなんかなんか出てきた君は希望の光だってえっ、ー、走は橋さんあ,ありがとうありがとねテックストクニセヤさん卵ありがとうゆずきしさん卵から生まれた恐竜ありがとうめっちゃリオちゃん頑張ってるぶっちゃらいやったーリオ褒められると伸びるタイプなのでよろしくお願いします推しのリオちゃんやっ,ほやっほーヤッホーしい推しって言ってくれてムクシコールデンさん ああの不思議の国の不思議の国の不思議の国のアリスのうさぎちゃんかなこれありがとううさぎリオつんのすっぴも可愛いイエーイリオつんは寝る時間だったかうんうんずっと練習してたクワドパパさん卵ありがとう卵可愛いねいろんな種類なんかいろんな柄がある平次さんピカピカありがとう さん応援して応援してるありがとう舞ちゃんの配信見れてないですかそうなんですよ見れてない今日の夜ご飯もう決めたそう今日の夜ご飯決まりましたよえっとね今日は豚しゃぶサラダと豆腐ですそう炭水化物は取らないでもねリオさ豚しゃぶサラダ普通に好きなんよ美味しくないそう豚しゃぶサラダはなんか豚しゃぶともやし 入ってるんだけど今日はリオの大好きなキュウリも入れてもらえるから最高ご飯が楽しみです僕も追加しておいたよ3位から行きたいとこ取れなくてじゃんえうしい追加してくれてラブありがとう夜中まで練習してたのうんいつもしてるだから、まあ、今日から明日にかけての夜中はずっと練習するほぼほぼ寝ないコアラさんレインボースターありがとう柚木さん 井さん、大空に羽ばとけ君は希望の光ありがとうそうゆでたもやしとかゆでた豚しゃぶとかをね入れてそこにきゅうりを入れますきゅうり最高カペルさんピカピカありがとうブヒブヒ配信とはあブインブインですブインブイン車 <laughs> 平フひろつく3してるありがとう大変ですね頑張ってねありがとう リオはチョコエッグって知ってるえっ知っとるよあのさえっ知ったるんよリオさ結構ね昔のお菓子とか知っててなんかさなんかカラカラ言いうやつやろ知っとるよリオなんかね卵みたいな形でか星とかついてるじゃんかでなんかカラカラ言うよね多分あとなんかさあのあとねなんかで、ね、ん,んかちっちゃい正方形のがいっぱいあるピンクのなつまようじみたいなので食べるやつとか あるよね。懐かしいリュは希望の光ありがとう。マイカイマシティバレンボスターありがとう。え、そう、3期生さんがね、あの、TikTok で紹介されて、あの、昨日はまあ、まず3人だったんですけど、あの、1番目の、アラ、なんとかちゃんが <laughs>、14歳だった、一緒。そう、楽しみだね、これから、みんな。 ねえ、いいんだね、楽しみだね。<laughs> スーカーさん、卵、ありがとう。豆腐いいね。そう、豆腐。そう、でも忘れないでね。りおいがいるから。<laughs> またお話会追加するね。もちろん通常ともやったー嬉しい待ってるね。ありがとう。マイカバシエゴさん、恐竜、ありがとう。夜ご飯ラーメン作って食べましたえ、ラーメン作ったのすごいじゃん。 そうだよ。きゅうり大好物です。めっちゃ美味しいよね。肉は太らんからよき。そうなんよ。肉はね太らないから肉はいいね。そうそう。そう。TikTok 見たよ。サムテルージさん恐竜ありがとう。みんなリオのことも忘れないでね。 念をししときましたそう卵の知ってる水きさん卵ありがとうツインクルチョコなんだそれツインクルチョコそう三期生ちゃんあっ荒井ちゃんだったいや荒井ちゃんだったなと思ったけどいや間違えたらどうしようと思ってちょっと言わなかった <laughs> それはチェックしないとい、うん、はい時間がないからすいません そうでさそのりあちゃんのさ「り」がさ同じさ同じ梨の「り」だったそれは覚えたあとはあのー、岡山県出身の子と静岡県だっけ出身の子がいたでもさ何番の子なのか分かんなくないなんか「エントリーナンバー何番でした」みたいなの言ってほしいんだけど そう何番だったか教えてほしい。りおちゃんこんばんは配信見ながら見てるよ。ありがとう。利用しの子いるかな ?3 期生さんに。今朝は七七舞台さんありがとう。ありがとう。りおつんしかそうだよ。りおつんかだよ。ああ、でもね、あのね。でもねとかじゃない。あの、なんだっけ。あのね。<laughs> あの、配信も。 配信がお昼にできたりとか、モアメもお昼に送れるのは明日までなんですよ。そう。明日までだから、よろしくお願いします。<laughs> リオりおちゃんとりおちゃん呼び間違えたらどうしよう。それはもうね、もうね、もうあれですよ。<laughs> 仲間が増えるから楽しみ。ね上、楽しみ。 あの子マイん推しまあいいですよ毎休さん推しがたくさんいるのはリオも嬉しいことなので <laughs> でさなんかその春休み期間だからさせっかくさ昼とかも遅れるのにさもうずっとレッスンつめつめでなかなか遅れんくてごめんね推し編多分増えそう,う同い年の子がいると嬉しいうん嬉しいよなんかすごい 話したいって感じでもみんなさ推し編はちょっときついかもリオ推し待ちはしちはまだ目をつぶって解くけど推し編はちょっときついそうなんですよね14歳の中でリオツつんが断トツに可愛いそうだよリオが一番可愛いから。 頑張る未来のセンター頑張ります TikTok ものコメント欄も見とるえなんか見たいけど見る時間がなくて見てないまだでもいつか見ます <laughs> <laughs> 愛知県の両津男子の候補生も合格しててほしいえそうなんよそうなんよふわふわちゃんだっけなんんかふわふわわちゃっって感じだった 書いてほしい <laughs> ねね、何番か書いてほしいよねそうなんよ、分からんのよでもさ、これは言っときたいんよの名前もちょっと言ったけどさなんか、もともと利用士だったとしてさなんか、まあ、おし詞んするとするじゃんもともと利用士だったとだったとして、なんか ななんて言うんてうだんか押し増しうん押し増しをしたりとか押し辺をしたりとかしてまあ、するじゃんかいやその時になんかなん,なんじゃろまあとにかくリオが <laughs> 傷つくようなあの押し方ちょっとやめてほしいなって感じそうなんか嫌がらせしてきたりとかなんかわざとこうんか分かるようにしてきたりとか ってかそのほかにも例えばなんて言うんだろうなんか根本はリオだよって言ってる人でもあれってなる時がいっぱいあるからそういうのも実はあの傷ついてるからでなんか他の子には優しかったりとか他の子はめっちゃ褒めたりとか <laughs> まあリオは褒められない性格なのは分かってるけどそう。 まあリオはね反抗期だし生意気だし褒めらみんなに全然褒められない性格なのは分かってますそうなんですよリオ妻の TikTok バージョン真似してみてあれやったよ LWP の時にじゃんじゃるじゃんじゃんみたいな <laughs> あれめっちゃ考えたもん出てきてバキューみたいな覚えとるそう めっちゃ懐かしいそう懐か <laughs> 一番最初の時にねなんかその曲を使ったんやんそう出てきて「デリンデやった懐かしい六 <laughs> 周年間で絶対収穫うう <laughs> まあ皆さん期待しないでください 今のところもリオが一番可愛い。今のところって <laughs> 今日も21時が待ちだし、そうだよね。今日のね、9時もね、また、来るよね。3期生で盛り上がってるぞね。NWP 生がすごすぎて意外と興味がわかないの内緒。やった嬉しい <laughs> そのまま、そのまま興味なしで。<laughs> でもさ、3人ずつなのかな一日、1日3人ずつなのかなでもさ、14人じゃん。3期生ちゃん。 14人だからそう出てたよね14人って司令と出てた14人の研究生よみたいな司令って出てたおーなんかフレームかわいい卵 <laughs> ふくちゃんさんかわいいありがとうそうです大丈夫じゃろう わかんないですよ今日もツンツンに集中しています本当かしらそんな人おるのいるから言ってるんですよ <laughs> そんなひどいファンは STU にはいないでしょ残念ながらいるんですりうつ魅力いっぱいあるよ いやリオいいとこないんですよね言うてたまにねどうしたらいいか分かんなくなる時がありますもうきまあユカマシティブさん応援してるありがとうそうねお互いに褒め合おうねうん褒めようリオ週末に向けてもう緊張し始めてるしてないなんかね全然実感がないんだよねそう全然実感がないからまだ緊張しないんだけど なんか緊張っていうよりかは今は不安不安って感じその本番までにしっかり準備できるのか不安最近のすっぴんりょうつんが幼くて可愛いなと思ってるやったー嬉しい幼いえんかさなんかさ,なんかさ反抗期とかさ思春期ってさなんかこんな感じなのかなえみんなもそうだったなんか 本当にね、いるよね今ね、自分のことが大きく嫌いなんそう。なんか、嫌いだから、自分のいいとこもわかんなくなる。あとは、なんか、周りの人たちの嫌なことばかりとか目についたりするの。そう。そういうのやめたい。なんか、え、なんでそんなことするんだろうとか、なんか、人の嫌なところを、が、 自然と目に入ってくるんよ。そう。しかも人の行動とかをマイナスに取っちゃったりして、すごいね、一人で抱えるの。そう。一人で勝手になんか妄想したりして、なんか嫌な風に取っちゃって。で、なんか、その人の行動がちょっといつもと違ったら、え、リオのせいなのかな、リオなんかしたかなってずっと考えちゃったりとか、すごいなんかマイナスに全部捉えちゃって。 14人だから最後は2人とかかなあそうだねあバリーさんフレームの卵ありがとうなんかこういう感じになったのはね中1からなんよ中1からずっとだからもう2年 <laughs> ずっと2年反抗期ってウケるいつ終わるんじゃろうかモアメの可愛い写真熱い文章とか紙 <laughs> これまでもこれからもりょうつんたわしですハーにたわしですか そうですね、サンマ・テルディさん卵ありがとう橋原さん卵たくさんありがとうそうなんですよ14人えそうだよねでねなんかいろんなことをポジティブに考えてポジティブにあの生活したいんだけどむ無理なんよねどうしたらそう思えるのかなどうしたらいいのかな でなんかうまくいかないことがあったりとかなんかねまあ負けず負けず嫌いなんて言うんだろうなんか自分が評価されなかったりした時はすごい悔しいどうしたらいいかそのままが一番いいよなんかいつもの理由が分かんなくなってきたんですよ えー、リオリオどんなのだっけみたいな <laughs> リオ今までどんなどんなんだったっけみたいなそう俺がリオツんおもする理由は歌唱力とパフォーマンスそうなんだじゃあ歌唱力とパフォーマンス頑張る <laughs> マリーさん卵ありがとう まあでもアイドルは歌とダンスがうま,うまければ人気になれるってことじゃないからコンサート3公演覚えるのも初だもんねそうなんですよなんか初めてそのコンサートその周年コンサートでそのたくさん出させてもらうけどその今回めっちゃ多いじゃないですかだからすごい大変。 バイリーさん卵昔カロティサさんファイトありがとうリオつんだ歌いっぱい聴いてるよありがとう,うアイドルって難しいですよねなんか歌とダンスができたからいいわけじゃないし人気になれるわけじゃないから最近体調はだいぶ整ってるの体調はねなんかねリオほんまにね花粉症になったかもしれないなんか目,が目もかゆいしくしゃみも出るんよやだな花粉症 必要かもしれんでもうんまあ喉と耳はまだ不調だけどちょっとでもねあのお話会オンラインお話会さいつもさあのイヤホンつけてやるんだけどいつも右につけてやってるって言ったじゃん右片方だけそうだからあのこないだしこないだ4月1日と4月2日はどっちともつけてやったんよ<は>で行けたから 今度からどっちもつけてやるいいところはたくさんあるよないよフ <laughs> リオと言ったらこれってものがないです反抗期そんな感じだったなんか頑張ったから評価されるわけじゃないからなんか頑張ってるしってうん評価されるわけじゃないしなんか なんか頑張ってるしと思ったところで病むだけだなと思うし評価されなかったらされなかったでなんでこんなに頑張ってるのに理由は評価されないんだろうってなんなんてなるけどでもそればっかり考えてたらもう前に進めないし言っても仕方ないことだからまあ次どうするかを考えるみたいなだけどそれが難しい 不安をおはんにほ褒めてもらおう,、ね、うんまあねお気に入りとかもあるじゃないですか <laughs> まあね人は人はね人はやっぱり人の好き嫌いがあるんですよねっ、まあ、運営さんのお気に入りがあるしまあ基本はアイドルとかもそうだけど基本どのグループにも 運営者のお気に入りがあってそのお気に入りの人が上に行くからもうどう頑張っても無理なんですよネガティブになってしまうのねそうなんですよずっとネガティブになってるんですよもうずっとって感じ <laughs> あ二20分だそうそうなんですよ自分が嫌い みんなでリオツのいいところ言う配信しちゃうえっしよフ <laughs> 多分ねリオねニヤニヤ,ニヤニヤしてねあのね <laughs> 大変なことになるけどね <laughs> 意地悪な気持ち意地悪ではないけど、うん、意地悪意地悪ってどういうこと <laughs> 意地悪って <laughs> え <laughs> クゾクリチェンソンクマありがとう大体中学生の時になるあ闇期がねそうまあ反発したくなるは反発したくなるのは普通に反抗期だからなのかなでもさ長くないもう2二年だよ反抗期ええやばいよね 私さ、昔なんかさ、なんかマーナとかさ、パーナとかの話もさ、すごい素直に聞いとって、うんわかったとか言ってから、おはようとか言って、めっちゃ <laughs>、めっちゃ素直だったのに、もうなんか、って感じ。<laughs> なんか、マーナすごーいとかさ、マーナありがとうとかさ、すごい、可愛い,い子だったのにな <laughs> やしかもリオは A 型だから多分その分なんて言うんだろう、うん、A 型の要素がうん A 型の要素がパリさんレインボースターありがとう人の嫌な部分が見えた時は深呼吸して空を見上げよう <laughs> 建物の中だったらどうやって空を見るんですか <laughs> 天井か。 リオ今のリオが反抗期だよね30日のことも言えるようになったの強くなったのと思った30日 ?30 日ってなんだっけ30日30日のことも言えるようになったということ リオは自分で嫉妬深いと思ううん嫉妬もすると思ういやきもちもするし負けず嫌いもだしまあ感じ豊からなんですよ <laughs> 悩んでるリオツンもリオツンなのよ <laughs> そ育ち盛りだろうからご飯もりモリモリ食べないと。 ダメですよリオは太ってるからデブだからめちゃくちゃ分かっとるやん,んリオっ明るく思いやりがあるししっかり考えを持ってるのをするええありがとう何でも相談できる親友とかがい,いると楽になれるよそんな親友がいたらいいですよねはいカメセブさん恐竜ありがとう 週末参考絵りをツンの歌を楽しみにしておりますありがとうございます頑張るそうだよねアイドルって本当に難しいですよね頑張ったツンツン見に行くからなありがとう嬉しいなんでイヤホン片方だけやったんえなん,かなんか最初の時になんか片方だけつけてた方がいいみたいな聞いてそれでなんか右でつけてたうん 人と比較しないようにねそうだよねそうだよねあ二 2>, <laughs> 2時五分だだんじみます待ってめっちゃ多分下にいるコメントごめん浜谷豪校さんハートありがとうはい スタイルがいいよスタイル良くないありがとうございます <laughs> t シャツ寒くない t シャツじゃないよ長袖カヌレカヌレカヌレリオの一番の相談相手って誰だろうえマーノだと思う <laughs> うん。 全部言うもん今日さこれがあってさこれが嫌だったんよ男女見ます大人うんこんばんは今日も可愛いリューツありがとうそうなんですよちょっと待ってくださいね あ木キンモクセイねああ疲れているのもあるんじゃないいや今日は今こういうことを話したからまあそういうふうに見えるけど疲れてるふうに見えるけどまあいつもいつも悩んでますフォローもありがとうございます。 <laughs> 初見の16ブランコさんありがとうございます STO で研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村リオですぜひ気になったらハラお願いしますやばいやばい3000人さんの前で嫌な配信をしてしまったちょっとマイナスにね考えてしまう自分が嫌だっていう配信でした <laughs> リオの気持ちを話した配信でしたパーナには言わないうんあんまり言わないかも 非全力を聞いてわかった最近あまりスクッショタイムしてないのかなしてないけどちょっともう終わらないといけないからちょっと壇上のポーズで許してください壇上見ます13位結城秋田さんありがとうございます12位クルミナルさんありがとうございます11位きずなさんありがとうございます 十位なりちゃんさん、ありがとうございます。九位はちせろさん、ありがとうございます。七八コアラさん、ありがとうございます。なよしよんさん、ありがとうございます。六位、まゆかめしえぶさん、ありがとうございます。五位、クまネパパさん、ありがとうございます。九、マイキューさん、大丈夫、おりでとうございます。 はいテイクスオケに清水さんありがとうございます。はい昔コロニーさんありがとうございます。にゆずきじさんありがとうございます。そして一位はドゥルルルルパンバリさんありがとうございます。イエーイ。ありがとう。皆さん今日もお疲れ様でした。よく頑張りましたリオたちすごいよ。 生きているだけですごいです褒めましょう自分を バリーさんありがとうございますキズナさんお疲れありがとうありがとうございます3252名の方見に来てくださってありがとうございましたありがとうみんな話を聞いてくれてありがとうございましたメイナも「ありがとう」って言ってる <laughs> ありがとうございましたみんな褒めてくれてありがとう好きなとことか言ってくれて。<laughs> <laughs> ありがとうございました皆さんそれでは明日は朝配信になって多分車配信になると思うのでよろしくお願いしますそれではバイツーありがとうございましたおやすみなさい水曜日も頑張りましょうバイツーバイバーイ